よかった。あ、嘘。うん。あらまあ、みんなバスで送って。あ、偉い。でもツイッター更新してない。あ、ありがとう。あ、おしも、あ、おしもや。ありがとう。あ、こんばんは。何もできてないけど一旦ショールームしよう。一旦ねショールームして落ち着こう。こんばんは。明日メディキュットとか持ってきた？持ってきた。うわ偉い。家探したけどさなんか見当たらへんくってさ。え、やばい。捨てねえへんの？ねえ。しんどい時だけ。マジ？うち毎日捨て寝てんねんけど。マジ？今日はマジで本当に誰かプレゼントしてちょっとはい。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？ピンク。でもやっぱりそこはせーのお前よ。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香です。そして仰天ゆりなちゃんが同室です。イエーイ、イエーイ。今日はお泊まりだい。やった、久しぶりのお泊まり。久しぶりのお泊まり。イエーということで、そう、あ、久しぶりの本日は、まあ、朝、明日もね朝からエイトのやつがあるので、お泊まりなんでございます。ということで私はあったかそうめんを食べます。ででん、本日はあったかそうめん。今帰ってきて、でコンビニ寄ってきました。もう今日は AKB の単独コンサートでした。イエーイ。楽しかったね。楽しかった。いや意外に一瞬過ぎてびっくりした、ね、思った以上に。てか今日一日が一瞬過ぎてさ。いや、ね、朝結構長いこと活動してるけどな。だって朝さ、うん、まあ、6時7時とか、うんうん、7時やったら遅いんか、6時とかに起きてさ、うん、で朝からさ場当たりしてさ8コンサートも、そうやな、やったな。でそっから AKB の単独のさやつやってさ、で本番やってさ、確かに一瞬やったよね。なんか今日マジで一瞬やった。そう、足の裏熱ーなってる。熱持ってる。そう、すごかったね。なんかメイクもさ、もうバタバタってやってさ、メイク1時間くらいしかなかったよね今日。なかったなかった。でも明日もそんなもんやから気合で、ね、気合でどうにかするわね。ちょっと気合で明日顔頑張んないと。よし、うまくいったって。うまくいった。もうおかげさまでうまくいきましたでございます。めっちゃ楽しかったね。先にそうめんかさ、このマンゴーどっち食べるか迷ってる。え、普通デザートちゃう？そっちマンゴー。うん。え今すっごいでもこのこれを食べたい気分な。でも普通デザートやん。そうな。でも食べたい方食べ。やっぱり。やっぱりそうやと思う。それで後々またデザート食べればいい。そっかそっか、ゆりなちゃんがそう言うならそうする。そうやろ。出た、ゆりなちゃん。ゆりなちゃんがそうする、そう言うならそうするわ。じゃあこちら言ってたやつやん。そう、こちらマンゴーの方、大西の大好きなフルーツ大福。マンゴー、マジでさ、うち大福めっちゃ苦手なの普段。うんうんうん。でもさ、このさ、いつも差し入れでさ来るさ、あれな、それな、このフルーツ大福だけは大好きなんで。めっちゃやっぱさ、フルーツがさでかいっていうかな、うん、かな。あんこ感があんまないからさ、うん、めっちゃ美味しいんです。いただきます。ようちゃん同室って珍しいって。でもさ、珍しいって言われたよな、さっきバスでね。この組み合わせは珍しいってメンバーが言ってた。うん。でもさ、まあ、でも確かに同室になるってことはあんまりなかったけどさ、今まで。確かに、なんか言われてみたら、なんかこの景色新鮮かも、うん、な。この同室という景色は新鮮やけど、なんか4人部屋とかやったらあったよね。あ、確かに確かに、昔ね、コッサンとか、うんうんうん、おったわ、仰天とかなんかいた気がする。玉とか持った気がする。ね、
確かに2人はないな。最初で最後じゃんじゃん。いやほんまそうやで絶対、ね、うん、明日のコンサートも頑張ってくださいってね。ありがとう、頑張るね。チーム制なくなるんですねってね。その話した？した。すごくない？びっくりしちゃったね。なんかシンプルに、ね、複雑な気持ちだけどね。なんか分かんなすぎてね。なんかチームでっていうのがなくなるわけやん。チームで頑張ろうっていうのがないわけやんか、ね、AKB48 大西桃花ですとか。えぇ、でさ、ポーズとかないやで。チーム4とかチーム8とかチーム K とかポーズないやで。もうやばない？それはでもさ、ちょっとこなしよ。だってどのポーズしたらやん、ね、AKB だったらどれしたらいいんだろう。それがプラスなのかマイナスなのかまだ不明すぎるって ね。それはみんな不明やわ。みんなまだ分かってない。メンバーもだし、うんね、運営さんがどういうあれでこうしたのかは、うちらも分かんないからさ、ね、今まであったチーム性をなくすという大きな第一歩、うん、ね、まあ、だいぶいっちゃん最初からだってあったものじゃん。そうだよ、だからマジで結局院長なんかいろいろ変わっていくんだろうね。とっても、まあそのことは一旦忘れて、お医者一旦忘れました。そのこと分かんなすぎて一旦。ただ今、まあ、明日でチームメイトは休止で、その後大西はチーム K の大西桃花になるんですけど、なんかなんだろう、まなかちゃんがさ、チーム K の中で最年少ですごい頑張ってて、みんなのことを仕切ってくれて、多分キャプテン、チーム K のキャプテンになったからこそ、なんか多分めちゃめちゃ悩んでたことも多分あった時期もあったと思うから、ね、でも今それを乗り越えてさ、こう一生懸命活動してくれてる中でのキャプテンの制度もなくなるって書いてたから、なんかそれはうんってなるけど、うん、チームがなくなることに関してはチーム8がなくなるってなった時に、なんか大西はもうそれですごく寂しいってなっちゃってたからね。なんかあ、また休止になっちゃうんだっていう感じなんですけど、多分そうね、キャプテンの方がちょっと気になっちゃうかもね。チームがなくなるというよりかは、ね、キャプテン制度がなくなるって方が大西はちょっと引っかかりがあったかもしれない。うん、でも総監督しかないんやな。総監督はあるんだ。じゃない？そっか、キャプテン制度はなくなるよね。うん、総監督制度がなくなるわけではないから。そっか、総監督だけっていうこと、うん、各チームキャプテンっていうのは。でも16人に戻してさ、確かに A から4までってさ、人数が足らないよね今。あれ16人公演するってこと？うん、16人ってなってなかった。え、違うっけ？知らん。でもね、ゆりなの角度からな座っとったやん、だからちょっと見えなくて。なんかさ、私はあんま見えへんかってさ。そうでも16人見えたんやけどな、気のせいかな。え、劇場公演16人なんの？うん、やだよ、やばいよね。あのさ狭いよ、また。狭いよ16人、8人がいい。16人は狭い。そうなの、マジで。16人公演になるの？え、ほらやっぱり、ほらやっぱりそうやん。だってこの話、普通に出る前にもしショールームで話してたもん。16人はちょっとみたいな。正面8人の方がいいよなって。ユニットもさ2回出れるしさ。そうやんな、めっちゃいいよな。しかも8人だとさ、ね、結局さ6番とか8番だとしてもさ、そこまでじゃん。そうなのよ、そこまで。はいはい、どうぞ。大西はチームメイトの雫公演、はい、一番下のポジションでした。8番手。おお、16人の時？違う、8人バージョンの大西、うん、8番手でした。一番下のポジションだったんですね。でも別にそれを何とも言われたこともなかったの。なんかわかる。え、おももちゃんって8番目なんや。うんうんうん、その端っこばっかの感じしないね。バレないっていう、それがいいところだけど、
ただ大西は劇場公演では下のポジションしかやったことないのね、うんうんうん、16人中14人目みたいな。ああはいはいはい、はい、一番端っこにも出れず、うんうん、3列目の、あーで一番見えないやつね、一番見えない、本当にきついあれ。あこにいた身としては、うんうん、やだよ、嫌やな、あこに戻るの大西、本当に嫌やだよ。だって16人の時のさ、三セリ立ってみて、ライト当たらない、当たらないよね、本当に当たらない、マジで暗い、なんかそれ女まで抜かれたりとかは見える、うん、あとファンの人も見える、うん、ただ本当にえあの振り食いとかでさ、劇場の振り食いで起こすやん、3列目の人見えへんもん、当たってないけど見えないの、いつも振り何してんのここよくさ、やっぱさ振り起こしでもさ後列を起こすことが多くて、どうしても、うんうん、もう見えないのよ、ね、もう見えないのよ起こせない16人になっちゃうの、だとか言っちゃいけんのかもしれないけど、いやでもやって言っちゃいけないのかもしれないけど、それぐらい8人公演が我々にとっては居心地が良かったんだよね。そうなんすよ、歌いやすいし広々、踊りやすいし、そうなの、ほんとその通り、そうなのよ、うわもうそうなんだ、16人なんだ、見つけやすいやろ8人の方が、でも16人難しそう、うん、8人やと端っこの人が、あ見えへんのかあんまり、そうか、そうやな、確かになっていうのはあるかも、ね、柱があるけな、そうなのよ、ってって、いやでもとか言ったらあかんけど、どっちもやってほしくない、せやん、16人公演もありやし8人公演もしたい、それでいい、お願いします、それがいい、うん、勝手に決めるなって感じやけど、うん、それがいいと思うよ、うん、だってもうさ、あやばいやばい、見て見て、何何、怖い怖い、8人だとこっちサイドに座るとつまんねえんだよなって、まあ、ごめんなさい、すいません、確かにそれはそうです、すいません、そうだよね、うん、確かにね、まあその気持ちになると、まあ、そうだよね、確かに、それはつまんねえのはごめんなさい、ただね、端っこでね、3列目でずっと踊ってんのもつまんないのよ、確かに、ま、あの順番回ってこないんだよな、そうそうそう、あのしかもなんならぶっちゃけあの歌割りもあの劇場ワンハーフだと 100% ない歌割りとかやったりするやんか歌割りも少ねえっすよこっち、本当に一瞬しか歌う、本当にもうね、全然オンデマでもね、本当になかなか抜かれないの、3列目ってオンデマさんが届かんからね、あそこ場所からすると、そうなんですよ、すいませんね、そうなんです、ちょっと16人か、あんまり16人でポジション良かったことないずっと後ろすぎて、ね、あんまりいい思い出ない、うちら3列目のやだ、あの暗い場所へえー、あこにいんな、やだ、そこには戻りたくないよ、やだな、うん、あお弁当美味しそう、え、お弁当あったの、あった、え、味噌茶だからコンビニ行かなかったの、うん、そうお弁当なんてあったの、あとあと普通に置いてあったで、山積みにしてあった、差し入れしか見てなかったの、ほんまに、うん、今差し入れいっぱい持ってきたよ、これお菓子ねえ袋いっぱいあったけど差し入れこいつ、そうだよね、もうだってこのお弁当入れた袋でこうやって差し入れ大西これなんて可愛らしい、これ一個もらっておいで、いっぱいあったよ、これはもうちょっと贅沢かな思いながらもらってきたのにいっぱいあった、いっぱいあったいっぱいあった、確かにいっぱいあった、いっぱいあった、嬉しかったね、うん、全然余ってたから、うん、さあ最後のさ挨拶したじゃん、うん、あの帰り道こうやってえ、じゃがじいだね、大丈夫、バイキングしてきた、うわ、そういうことか、でまっちゃん明日残ってるかもよ、ね、絶対残ってそう、ね、あんまりみんな立ちなさそうやったし、うん、差し入れがモチベやなって、うん、ね、マジでこの調理、今日いちごとかめっちゃあったよね、うん、嬉しかった、そう、果物めっちゃ嬉しい、そう、久しぶりにミスドとかも食べて、ね、ミスドも食べた、おにしも、いただきます、え、もう22時半早くない、うん、びっくり、うちら明日も早いからね、うん、
12時までには寝たいよね。絶対寝る。無理かな。30分に終わるわ。じゃあ配信 OK、 うん、先入っていい、うん、入ってきてくれ、うん、え、でもそんな長くない。ほんとシャワーやから。あ、あれ使わないタイプ。うん、いや普段は使うけど。使っていいよ。いや、いいよ、いいよ。温室マッサージする。あ、ほんと。うん、ゆっくり入って。あら、ありがとう。うん、それじゃ12時まで無理じゃね。正味多分おいしい。12時半までに寝れたらいい。あ、そう、うん、そう。お風呂の話ってさ、うん、みんな声だけで仰天ってわかるんだね。確かに。うん、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 確かに。仰天って最初しか説明してなかった。確かに、確かに、うん、そうじゃん。うん、あ、そうだ、昨日配信で言ってたやつ、昨日やったっけ、配信で言ってたの。明日のコンサートの見どころはみたいな、うん、そう言って昨日その話してて、うんうんうん、見どころみたいな、まあでも言えへんけどみたいな、うん、1個あるみたいな言ってて、見どころ飲みどころが、みんな気づいたかわかんないんですけど、あ、当たってる人いる、すごい。なんか最後の最後ら辺の楽曲アンコールで10年桜っていう楽曲を披露したんですけど、でもともとセンターステージで踊ってて、で最後ら辺になったら本ステ、広いステージに戻ってくるっていうところがあったんですけど、で全員メンバーがいて、その中で初めて0番に立ってました。おお、そう、唯一の、すごい、もうないよ、大西がそんな場所立つなんて。もう素敵、いいな。え、そういいじゃん、もう嬉しいんだよファンは。え、そう、もうだってそんな美味しい、あ、そうだからもうそうなの。うん、うまい。そうだからめっちゃ嬉しかったんです。そう、あ、見てました、トントン、うん、そう、ドセンターにいたんです。こんな経験めったにないと思って。確かにあの大きい会場でゼロってめっちゃ、そう、気持ちいいよな、絶対な、うん、なんかしかも全メンバーいたからさ、うんうん、みんな周りにいるんだって、なんかそう、確かに、そうな、思って、わかる、なんかすごい、あ、センターの景色ってこうなんやって、なんかすごく、確かにな、うん、こうやってこう真ん中やからこうやもんな。え、そう、人の頭ないし前に。え、そう、わあ、すごい、もうすぐお客さんやもんな。確かに、すごいな。で、わあってなってたのに、あの発表あったからさ、うん、あれ、うん、チームなくなるって、うん、そう、びっくりしちゃった。そう、とても嬉しかったです。あと練り歩きめっちゃ楽しかったの、ね、めっちゃ近かったよな。めっちゃ近かった練り歩きめっちゃ良かった、うん、楽しかったです。練り歩きやっぱ声さ、声援が OK やとさ、うん、近くに行った時もさ、キャーみたいな、うんうん、ももちゃーみたいなさ、わかる、ね、なんかあれ嬉しかったね、近くで応援してくれるの、うん、名前呼んでくれた時、え、知ってるの、うちのこと、ママじゃん、ママじゃんみたいな、え、ありがとうみたいな、そうなのよ、はい、呼んでくれた今みたいな、嬉しくなる、わかるんですか、うちのこと、後から聞いたらすっごい気持ちはわかんないけどさ、後から聞いたらおもろいね、確かに、確かに、私たちのコンサート見に来てくれてるのにさ、いやでもね、確かにそう、楽しかった、うん、あと音にして君どころ、もう一つ
今日できたんですけど、もぎさんとかけっこしました。かわいい。そう、あれ何の曲だったかな、サステナブルっていう楽曲で、それもセンターステージからこう本ステに戻ってくるのがあって、そこのセンターステージから本ステまでリハで何回か遊んでたんですよ。なんか本気で走るみたいな。で最後の通しリハではやってなかったんですけど、本番乃木さんと目合って、あみたいな、お互いアイコンタクトでふわーって最後そう楽しそう走った。そう楽しかった。でもそういえば今日会ってないね、仰天とステージ上で、あの本番中会ってないね。全然会ってないね。どこにいたの、あのフリーの時とか練り歩きとか。練り歩き、うん、練り歩きは2回やった。2回やった。あれで2曲目の感想で1階に降りてきた、降りてきて、あずっと2曲目の感想なんや。うんうん、そうそうそう。何組の人、黄色。あ黄色かって聞いても全然分からへん。こっちの話だから。こっちの話だ。そう、私一応緑組で、だから最初始まりは一緒やったんや。そうやな、ね、そうそうそう。でも途中で人によってな出るタイミング違うからな。ね、なそうなのよ。そうだそうだ。そうそうそう、確かに全然会ってないな。ね、今日会ってなかったよ。明日はいっぱい会おうね。確かに。いっぱい会えるかな。明日に行こう。いやーやばい、終わっちゃうよ。やばい。ねえ、やな。なんかチームさ、なくなるってなってさ、エイトもなくなるってなったらさ、なんか悲しい、寂しい。あと半年後ぐらいにさ、なんか自分どうなってんねんよってなら、ね、なんか生きてるかな自分って思った。なんかね、あれアイドル、うん、みたいな、なんかほんまにさ、自宅警備してるかもしれへんねえ、やばいよちょっと。いやでもね、仰天もね事務所とかもね入ってるからね、舞台とか、うん、もしかしたら確かにね、ワンチャン、ワンチャンね、ワンチャンね、一緒の舞台出たいね。なあね、出たことないよな。出れそうやけどね、なんか確かに頑張れば ねなんか頑張ったら出れそうやけどな。なんか あもう30分過ぎてるよ。ありがとう。まあちょっと今日はこんな感じで仰天と相部屋でそう楽しく配信させていただきました。またあの詳しい感想と、詳しい感想っていうか、なんか公式ホームページ見てみたいな感じになっちゃったけどあのなんかしっかりとした感想とか、まあ明日のこともありますし、まあちょっとまとめてまた今度ゆっくりした時に話したいと思います。はい、ということでじゃあランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。あ、ママいる、やっほー、のうん、うん、明日頑張ってない、頑張る明日、いや、ということでじゃあランキングの方を1位の方から呼んでいきます。いきますよ、1位デンスケさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がチン、アットマークアメリカの大西軍、アットマーク東京つきましたさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がヤマト、アットマークももちゃん愛してるさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位が脅威、ハルコン最高、明日も楽しみさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がソラマリア、アットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして、6位がハギハギさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がコバ、アットマーク大西さん、ありがとうございます、イエイ。そして9位が KIPT さん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がヨッチャンドユーモムチー大好きだよさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位が MM ルールズ、アットマークギフヌルト人生に乾杯さん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がウォーリーさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がサトチ、アットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ、ありがとう。そしてじゃあタワーの方を読んでいきたいと思うのですが、やっぱ見れないね、行っても見れへん、このギフトみたいなやつ履歴。なんかもうこの辺見れへんかな、もしこれ毎回見れへんねんけど、どうして。あ、1位の方、あ、1位の方が2つ、ありがとう。2位から5位、ん、え、何個タワー立ってるの、
位の方が2つ、4つか、4つあるってこと？多分4つかな。じゃあなんかもしも重なって見えてないんだけどさ、多分4つだね。じゃあ4つ、6個？ん？1位の方2つ、2位の方、3位の方、あと2つはどなたからだ？どなたがくれたんだろう。チャッシュあ、5位の方まで？2位、3位、4位の方、5位の方ってことか。あ、ありがとう。ごめんね、詳しく教えていただいて。じゃあちょっと1位の方から呼んでいくね。ありがとう。じゃあ1位の方からいきます。1位の方は2本なので2本分呼んでいきます。いきますよ。1位、デンスケさん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 、タワーありがとうございます。ありがたわー、ありがとうございます。イエイ。そして続きまして、2位、チンアットマークアメリカの大西軍アットマーク東京つきましたさん、チンさん、チンさん、チンさん、タワーありがとうございます。ありがたわー、ありがとうございます。イエイ。そして続きまして、3位、ヤマトアットマークももちゃん愛してるさん、ヤマトさん、ヤマトさん、ヤマトさん、タワーありがとうございます。ありがたわー、イエイ、ありがとう。そして続きまして、キョイ、ハルコン最高、明日も楽しみさん、キョイさん、キョイさん、キョイさん、タワーありがとうございます。ありがたわー、ありがとうございます。イエイ。そしてラストが、ラストかな、ソラマリアットマーク大西軍さん、ソラマリさん、ソラマリさん、ソラマリさん、タワーありがとうございます。ありがたわー、ありがとう。皆さん本当にたくさんありがとうございました。ありがとうございます。ということでですね、明日はついにチームメイトが活動休止のコンサートです。お昼はまあ OG が来てくれたりしてお祭りみたいな感じのコンサートで、夜はね、活動休止最後ラストのコンサートということでね、なんか集大成見せるぞって、今まではそんな意気込みでレッスンとかも頑張ってきたんですけど、なんか楽しんで一瞬一瞬を大事にしたコンサートになればいいなと今は思っておりますので、楽しみたいと思いますので、皆様も時間を共有してくださる方は、なんだろうね、なんか共に一瞬一瞬をかみしめてと言ったら、なんかなんていうの、なんていうんだろう、ちょっとがめついかもしれないけど一緒に楽しんでくださると嬉しいです。ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？ピンクほんまにピンク大好きやんでもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ということで、ではでは、またね。バイバーイ。ありがとうございました。